若松西バイパスは、福島県藍津若松市にある国道118号のバイパス道路。福島県藍津若松市高座市長大技、中四号町道下平付近藍津若松市中心部の国道118号、国道121号では、慢性的な渋滞が発生していた。特に新明通り北交差点は、交通情報に、毎日のように登場していた。 このような状況を解消するため、また、万越自動車道藍津若松インターチェンジへのアクセスの向上のため1984年に都市計画決定がなされ、事業に着手した。福島県道128号藍津若松、藍津高田線から国道401号に至るまでの区間を第一航区、福島県道59号藍津若松三島線から、 国道49号までの区間を第2工区、国道401号から福島県道59号合津若松三島線までの区間を第3工区として事業が進められ、2019年3月23日に全線開通した。2010年4月、道路工事に先立つ調査で発掘された口座市場跡が、 歴史的に大変重要な意向であることが判明し、文化庁の担当者からも遺跡とバイパスが共存するのは難しい。と、ルート変更を求める意見があったたり、2011年7月26日に、合津若松市内で住民を対象とした事業説明会が開かれ、変更後のルートと阿賀川新橋梁の整備計画が示された。また、 完成時期は2018年度を目標することについても公表された。変更後のルートは遺跡の東隣を通って阿賀川新橋梁へ繋がる道路に連結する計画となった。ありがとうございます。